ムアントラン軍は、対南部、トラン県にある軍である。トラン県の県庁所在地でもある。トランの語の意味は分かっていない。マレー語で、トランケツマリ、暁を意味するとも、トランすなわち、根結寺を意味するとも言われる。地元では、県庁所在地の中心部のタムボンの名前を取って、タップティエンとも呼ぶ。長らく現在のトラン県の地域は、ナコーンシータンマラート王国のアンダマン海側の、 貿易の要所として発展していたが、現在のトランは乾燥に過ぎなかった。カンタン軍の北部現在のタムボンクアンターニーが、現在のトランの原型として発展していた。この地の名士プライアー・ラッサダーはこのクアンターニーから、現在のカンタン軍の中心に1893年移動された。その後、度重なる洪水により、乾ン軍は放棄され、この地に県庁が移され、これが、 現在のトランとなった。その後、タップティエン軍と呼ばれていたが、1938年県名と、軍庁所在地の名を合わせる政府の政策により、ムアントラン軍と解消された。トラン側の形成した平地にあり、市内のほとんどは山のない平地となっている。国道403号線が南部に通っており北のナコーンシータンマラートと南のカンタン軍とをつないでおり、 鉄道もおおむねこれに並行する。また国道4号線がおおむね東西に通っており、東はパッタルンに西はクラビーに通じている。国道404号線が東南に向かって伸びており、416号線と接続し、サトゥーンに通じている。市都南部には空港もある。市内の主な産業は農業でゴムの木から取れるゴムの生産が盛んである。 市内の名産物は独特の焼き豚とケーキである。トラン市内には15のタムボンがあり、その階に118の村が存在する。市内には2つの自治体がある。また、郡内には14のタムボン養成体がある。ありがとうございます。